担当、その幕僚です。指揮官は中部方面混成団副団長総陸佐です。大須駐屯地に所在しています第109教育大隊の指揮官と幕僚です。指揮官は大隊長本田成博伊佐織草です。続きまして徒歩部隊の行進です。この春自衛隊に入隊し約3週間の教育を受けている新隊員とその教育にあたる隊員です。新隊員の若々しくはつらつとした行進をご覧ください。先頭を行進してまいりましたのは第314共通教育中隊の女性自衛官候補生27名と一般陸軍候補生の隊員127名です。指揮官は中隊長尾崎正成一等陸尉です。陸曹候補生の隊員207名です。指揮官は中隊長新谷満一等陸尉です。陸曹教育を担任しております。第4陸曹教育隊の指揮官と幕僚です。指揮官は隊長小場元一等陸佐です。続きまして各部隊などから教育入校した学生とその教育にあたる隊員です。隊員の勇姿をご覧ください。続いて水色のマフラーを着て行進してまいりましたのは共通教育中隊の生徒陸曹候補生課程陸曹候補生課程の学生82名です。指揮官は中隊長大浜俊介一等陸尉です。後方の隊員は個人携帯対空射弾を携行しています。続いて赤色のマフラーを着て行進してまいりましたのは普通科教育中隊の初級陸曹特技課程の学生136名です。指揮官は中隊長佐藤正幸担当陸佐です。後方の隊員は
弾及び 5.56mm 機関銃を携行しております。黄色のマフラーを着て行進してまいりますのは上級陸曹教育中隊の陸曹上級課程の学生96名です。この砲の隊員は 84mm 無反動砲を携行しています。Thank you.